地域社会の中で皆さんがより良い生活を送るにはどうしたら良いのでしょうか。地域の課題解決にみんなが取り組むこと、多くの人が関わること、それぞれの経験や知識を活用すること、より良い生活を送るためにさまざまな工夫をしながら参加できる地域活動や市民活動が必要です。そのきっかけを社会の至るところで仕掛け、豊かな地域づくりへの展開を支援するのが社会教育士なのです。ところで、社会教育士はどのような専門性、資質、能力を持っているのでしょうか。具体的にはファシリテーション能力、プレゼンテーション能力、コーディネート能力、このような能力を生かしながら地域の思いに寄り添い、地域活動や市民活動が持続的に展開していく支援をします。社会教育士は教育委員会事務局や社会教育施設だけでなく、県及び市町村等の行政機関、 NPO、 企業、学校、地域活動やボランティア活動などのさまざまなところでの活躍が期待されているのです。社会教育士になるためには文部科学省から委嘱を受けた実施機関が行う社会教育主事講習を修了する、または養成課程を置く大学で必要単位を習得する方法があります。島根県では社会教育士の称号を得られた方々同士の情報交換やネットワーク作りのために、それぞれの地域において学びの場を提供しています。私たちが住む島根には、古くから現在、そして未来にもご縁で人と人が、社会がつながっています。このご縁を大切にする島根県だからこそ、人と人をつなぐ社会教育士が新しいご縁づくりを担っているのです。現在島根県内には186名の社会教育士が新たに誕生し、多くの社会教育関係者とともに活動を展開しています。また島根県では教員席の社会教育主事を県内の市町村教育委員会に派遣し、社会教育行政に携わる社会教育主事派遣制度があります。派遣機関には地域の社会教育関係者とともに社会教育士と連携協働しています。さらに派遣期間を終えた教員席の社会教育主事経験者は、そのスキル、ノウハウ、マインドを生かして学校の中から社会教育関係者と一緒になって学校、家庭、地域の連携、協働を推進しています。その中で3名の方に焦点を当て、それぞれの地域で取り組んでいる様子をご紹介します。中国山地の山あいにある飯南町谷地区。この地区の谷公民館で働く高橋さんです。この日、公民館と谷自治振興会の関係者たちの会合が行われました。議題は毎年1月に行われる地域の行事トンドについて。高橋さんは社会教育士の視点が日頃の業務に生かされているといいます。授業の中には、楽しいとか、みんなが集まってよかったねとかっていうような、結果だけはあるんですけれども、何のためにこの授業をやるのか、本当にこの授業をやる意味とか、やってよかったなって思えるような授業、そしてその先にこれを継続してやる意味があるんだというふうに皆さんが感じられるような価値づけをできるのが、そういった視点だと思います。谷地区のトンド当日、準備をするのは地区の住民たち。できるだけ地域住民同士の交流が生まれるようサポート役に徹する。ここにも社会教育の視点が生きています。
本土さんをするっていうことは、まあ、年中行事の一つではあるんですけれども、まず公民館が人が集まるきっかけ作りをして、でその中で、まあ、人がつながって手助けができるというか、住民の方がたくさん集まられて参加されている時のもう本当に生き生きとした笑顔とか、まあ、子どもたちもそうなんですけれども、本当に楽しそうに参加している姿を見て、あ、よかったなってすごく思います。そこが社会教育の楽しいところかなと思いながらやってます。弾ける子どもたちの笑顔、浜田市八坂町で行われている花火大会の様子です。今や町の恒例行事となりつつあるこのイベント、一人の社会教育士のアイデアから生まれました。木塚まちづくりセンターで働く川平さん、コロナ禍以降大きなイベントが消えてしまったことから、住民手作りの祭りをしようと声を上げました。コロナになってからお祭りが全然なくなったりとか、神楽もあるんですけど披露する場がないとか、なので自分たちで作れるサイズの花火大会をしようということで。八坂で生まれ育った川平さん、5年ほど前からまちづくりセンターで町のイベントなどの地域事業の実施に携わってきました。働き始めた頃は経験のない業務に戸惑うことも多かったといいます。ファシリテーションとかするときに、いろんな住民さん、いろんな立場、年代、性別とかいろいろある中で意見を出されたこと、その約束ごとで知ったので、あ、間違いはないんだなって、こういうことなんだなっていうことがちょっと薄々分かってきたっていう感じでしたね。地域の人との関わりの中で気づきを得ていった川平さん、一つ言えるのは社会教育は楽しいです。社会教育しとったからそう思えるのであって、答えがそれこそ一つじゃないことが多いので、あ、そういう考え方もできるんだなって、そういう考えもあるんだなっていう新たな発見にもつながるし、迷ってるんだったら社会教育士を取るべきっていうことですね。はい。安来市にある広瀬中学校、ここでは独自の取り組みが注目を集めています。じゃあ行きます。ある日の授業を覗くと、生徒たちに混じっているのは大勢の大人たち、さまざまな年齢職業の大人たちが地域から集まり授業に参加します。この取り組みを主導するのは社会教育主事としての勤務経験もある現在広瀬中学校の校長吉田さんです。地域の方と中学校のつながりを作ろうと取り組みを続ける吉田さん。地域の方をお招きしてですね、まあ、クラブっていう、まあ、授業があってですね、その時にやっぱり地域の方が本当に一生懸命生徒に関わってくださっているというのを見た、地域に支えられている場所なんだな学校はっていうのがすごくあったので、まあ、そこからすごくその社会教育主事講習っていうのをちょっと受講したいなというふうに思ったというところがあります。こうした授業が地域の活性化にも貢献できるのではと吉田さんは手応えを感じていました。まあ、中学生と話するのが、まあ、楽しかったっていうのは当然感想の中で出てはいたんですけど、もうそもそもその会が始まる前に最初の頃とはまた雰囲気が違っていて、ものすごくこう皆さんいろんな方と話しておられたんですよね。地域で新しいつながりを作る活動にちょっとはなったかなというふうにはちょっと思ってますけどね。学校を核とした地域づくりというかいう視点がやっぱり持てるのは、多分社会教育をしっかりこう学んでないとできないのかなというふうには自分は思っています。やっぱ社会教育士になると出会いが本当にたくさんあると僕は思っていて、これは大きいですね。自分がこういろんな人と出会えているの、まあ、そういうことを意識して働けているのはやっぱり楽しいですね。はい。社会教育士のことを考える上でのキーワードは自治だと思っています。そういう、こう自分たちで作っていくっていうクリエイティブな営みが自治だと思うんですけど、
その自治を学びを通じて育んでいくのが社会教育士の役割、社会教育士が自治を育むキーパーソンになっていくんじゃないかなというふうに思っています。社会教育士がそういうふうにいろんなところにいる、あふれる社会がどうなるか、それはおそらく学びっていうものを社会の土台に据えたような、そういう社会になるんじゃないかなと思っています。学校教育と社会教育、あるいはこう行政と民間とか、さまざまなこう垣根はあるんですけど、それを超えてより広く学びっていうものを社会の土台に据える、ソフトなインフラとして学びを備えている、そういう社会になっていくんじゃないかなというふうに思っています。島根県では令和2年度から令和4年度の3年間で186名の社会教育士が誕生しております。多様な主体と連携協働しながら学校家庭地域の連携を推進したり、地域を担う人づくり等に取り組んでいらっしゃいます。県としましては今後も社会教育士になるための社会教育主事講習の受講を確保しながら、そういった方々のネットワーク構築に取り組んでいきたいというふうに思っております。そして社会教育行政に関わる社会教育主事がハブとなり、そういった社会教育士の方々とつながりながら活動を広げ深めたりしながら、地域を担う人づくりをさらに進めていきたいというふうに思っております。地域の情報や思い、願いを共有し活躍する社会教育士、ご縁の国島根で人と人をつなぎ、みんなが笑顔で暮らせる地域を作りませんか。